佐竹正明は、日本の空手屋、格闘家、コメンテーター、政治活動家、大阪府水田市出身。大阪府立北千里高等学校、関西外国語大学卒業。佐竹自身が作った言葉、当時、天章をザウの名とする。大学卒業後、テレビ局の内定を受けて、制度会館の職員となり、その後プロに転校した。 日本人エースとして、K1 の創世記を盛り上げた立役者であり、空手、K1 の他プライドやリングスに参戦する傍ら、映画やテレビラジオのバラエティ番組等でも活動。現役引退後は、自身が生み出した武道である、総合打撃道の道場、佐竹道場を開いている。中学時代に、大山マスタの著書に感銘を受け空手の道を、志す。17歳児に、 大阪天満にある青度会館総本部に入門し、2年で黒帯を取得した。青度会館入門前に、福島区にあった極神会館関西本部に入門していたが、道場の空気が肌に合わないという理由で1ヶ月で大会している。大学在学中に全日本から手動選手権大会に出場し、4回生時に初優勝。 1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年に、1000年に、1002年に、1003年に、1007年に、1013年5月24日、自由民主党参議院全国比例区公認を受け、 23回参議院議員通常選挙に立候補。したが、7月21日の同選挙にて、自民党圧勝の中で落選。得票数27,582票自民から、佐竹市出馬へ、参院選は、タレント乱立。ヤフーみんなの政治2013年参議院選挙。結果から、比例区自民党、アーカイブド2014年1月23日、アットザウェイバックマシン。 元 K1 佐竹正明が語る格闘人生4度の死の淵と引退後2015年7月30日。ありがとうございます。